こちらルイス、今どこにいる？家に帰りたいとこだが、その前にお城を観光中で。好都合だ。実はプレゼントがある。例の症状の進行を抑える薬だ。どこに行けば？そうだな、城の中庭に来い。そこで落ち合おう。ちゃう？アシュリー、今の話。わかってる。行くしかないのね。アシュリー奇抜すぎるって。不良娘やんけ。モイラもびっくりやんけ、この学校。はい、皆さんこんばんは、ルシファーです。皆さんこんばんは、デニーでーす。ということで、ね、ルシファーがお送りする、バイオハザード RE4、前回の続きからなんですけども、はい、今回、ゼニーさん参戦ということでね、はいはい。まあ、頑張ってクリアしていきたいなと。あいつ武器撃ってる人おるやん。いるよ。よいしょ。で、ここはウェルカームとか言うんじゃない？違うんだよ、これね。なんかあるなと思ったわ。はい、換金アイテムゲット。どうやって服装とかゲットするの？アイテムで落ちてんの？うん、あのクリアが条件だったと思う。あ、それなんだ。ウェルカーム。うん、いや、それあれは英語で、ウェルカーム。そうなんだ。いや、まあまあ、とりあえず工場のこれはもらっとこうかな。お宝の地図ね。で、なんか増えてる。あ、増えてるね。期間限定。いや、ライフル、ライフルは欲しいな。ライフルが欲しいんで。まずこれいらないし、あ、おっさんの目玉もいらない。で、これを売るとお金はあんのか？で、売ってみたら？ 3 万で、あ、買えるんだね。うん。でもブラックテイルも出てる。あ、ブラックテイルね。昔も出てたね。うん、出てた。これはでも武器を売らなきゃ無理か。じゃあこいつを売って、こいつとりあえず売ろうか。こいつ売って、ライフルだよ。ちょっと待って、そんなこと今言う？うん。それライフルじゃないの、今も。それ。うん、これショットガン。ショットガンない。うん。とりあえず上に上げよう。一コマ上がればなんとかなるでしょう。そうやな。で、上げて。あ、入った入った。大丈夫。これで。はい、敵の頭をカボチャに変える魔法の銃だ。あ、なるほど。魔法の銃だそうです。なるほど。で、まずカスタムだよね、これ。うん、相談する。相談速度もいるよね。連射速度も欲しいね。でもお金ないね。諦めようか。お次は何かと聞かれても、これ何だったっけ？パニッシャー？センチネル。センチネルを売ろうか。センチネルどっか、まずでも邪魔なんだよ、これ。キッチンナイフいらないんだよ。このプライマリーナイフは、うん、あの限定品になってます。そうなんや。はい、ただちょっと1周目は使う予定がないんで。なるほど。これちょっとね、裏であの2周目の準備なんかをね、あの他の方に頼んでたりしますんでね、あの現在進行形で私は持ってない武器を持ってたりするんですけど、使いません。
どうしようかな。センチネル出ないんだけど、なんで？何が？うるさいな。売れへんのじゃないの？売れないことはないんじゃないの？救急スプレーとりあえず預けといて。一個預けようか。うん。で、先行で。ハーブ預けられないのよ。そうなん。うん。なんで？え、いや、そういう対象じゃないから。そうなんや。武器とあの救急スプレーしか預けられないのね。あ、そうなんや。うん。手榴弾も？手榴弾預けられない。どうしようか。まあまあこれをこうやって、でこうだね。まあ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 収まり悪くないか悪くないか。でもなんでセンチネル売れないんだろう。どうな、あ、これついてるからかな。一応ねレーザーポイントついてるんですよね。外すと売れんのか。何、あ、威力はレッドナインらしいんですけどね。ブラックテールコンパクトで場所を取らない、高性能で連射も効くそうなんでブラックテールにしようかな。うん、いや一応レッドナイン持ってるんですけどね。レッドナイン使いづらい。あのねストックがないと何もできないんですよね。あれストレンジャー他には何かあるか。なんで出ないの。あの、あ、センチネルね。センチネル売っちゃおうか。あ、そうだ。センチネル売っちゃって、でポインターはブラックテールじゃ使えないんでいらないですと。でこれでブラックテールを買うと。で買ってブラックテールの威力を上げて、相談数、装填速度、なんか微妙だな、お金がない、うん、まあいいか、これで行ってみましょうかね。はい、行ってらっしゃい。なんとかなるか。めっちゃコンパクトだわ。4個まで持てるんでね、コンパクトでいいです。うん、うん、はい、ただもうショットガンがないんでね、ハンドガンベースでなんとかやっていきたいなっていうところなんですけど。何覗く、あー白ね、サラザール、何やこれ。あー、これ大砲ぶち込まれるとこだね、多分。中庭はあの奥か。歓迎って感じじゃなさそうだな。そうね、うん、正門でお出迎えか。ライフルでぶち抜いてよかったかな。あれって声を立てる。もうこれ萌え萌え教団か。うん、やれなかった。萌え萌えって言ってるから。やれなかったね。やりたかったな。ちょっとでも減らしておきたかった。入んな。プラグ入んの。誰が生えていいっつったの。ナイフはいらねえんだって。自分のナイフ結構鍛えてんのよ。壺を割っていく。レオンのすねの硬さ。うん。あ、でも何体かやれたっぽいな。うまいな。ああ、怖い。怖いよ。で、アイテムは特に取りこぼしてないみたいなんでね。
これ限定であのエクスパンショントレジャーも出てますんでね、場所も。あとなんかバイオハザードの9打てるみたいですね。あ、そうなん。はい。あ、もう変なの来た。あ、またこうか。え、違うでしょうね。こうだね。え？あ、もしかしてついてない。ちょっとつけてもらっていいですかね。はい。ザクロのようには、あ、当たんねえな。はじけろ。なんか手だけ出してせこいことやってるよ。はじけろ。なんか出てきたね。はじけた。オッケー。よいしょ。ガンパウダーを結構もらうんだけど、あ、これであれじゃねえの、間違えたわ。ショットガン、ライフルの弾がね多分作れるんで、ライフル作っとこうかな。ライフルもねいるんでね。うんうん。いや違う、ハブはそのまましといてもらっていいんですけど、これなんか一番微妙なんだよね。これなんか微妙だな、置く場所が。うん。これこっちにしようか。こうか。こう、こんな感じ？はい。OK。ガンパウダー2個。今なんか見えたね。あった。はい。何、壊す武器でもくれんの？いや、武器じゃない。なんかその時によって違う、もらえるもんが。バター。逆に言うと当たらなければどうということはないという話で、そういうことですね。はい、あれは語るやったんか。砲台破壊。まあ安全になったんでゆっくり行きましょうかねっていうところですよ。なるほどね。クリティカル。そのようですね。バカかお前は。どっから出てきたの？わからん。いや、私は平気じゃないんですよ。あそこか。いや、これいろんなところ撃たれるのよ。ね。こういう場所もあったな、なんか。うん。いや、ハンドガンはまだ余裕があるんでね。まあ、だから出てくんじゃねえよ、バカ。閉まってる。閉まってちゃダメ。でも狙えるところを取る、陣取りたいのよね。うん、そこら辺昔あったね。うん、そうなのよ。昔あったね。
はいよ。とりあえずここら辺から出られたような気がするんだけど、昔はちょっとアシュリー邪魔、危ね、向こうから撃ってきて、まずは順番にね狙っていきたいなというところで、狙える狙えない、狙えへんか多分ね、こっちはね何かしら微妙に狙えたような気がするんだけど、うん、記憶が曖昧ですわ。でね、まずねそこよ、はい、そんなおバカさんにはってやつですわ。行けへん、こっちじゃねえや。ね、さあ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 、ダメージ入るんや。熱いで下に行くと、まあ大砲あったな。そう、あの本来はなんかあの元々はなんかあの上でぐる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 回して、そうやな、大砲だったんですけど、今作大砲の出し方が違いますっていう感じなんですかね。そうやったね、火球が来るたびにピョーンとか言って、あの離せば一瞬無敵になるみたいな感じだった。で、なんでお金が出てるの、もう、あの火球で死んだんじゃないの、敵が。なるほど、なるへそ、なんもない、大丈夫、大丈夫なわけないはないよね。うん、なんか襲われてるんだもんね現状。そうそう、危ねえ、これってこれでいけない、はい、1個落とした、あと2つぐらいかな、あ見えるかな、そこ見えるね、見えるね、見えるね、右、ん、それじゃないの、はい、あとあっこだね、おっさん殺せるね。で、あれだ、うん、はい、これで静かになったんじゃないの、いけるんじゃないの、はい、これね、ギャーギャーうるさいとね困るんでね、うん、あのお城なんでね、あれ前の中宝箱な、あるね、適当にね静かにしといてもらわないとね。そうだね、上司様ちっちゃくてねうるさい人なんでね。何、サラザール、サラザールだったっけ、うん、なんか来てますね、はい、さなら、何発も撃てんのこれ、うん、撃てるよ、よし、うまくいった、撃てますよ、うん、そこにあるねメダル、なるほど、ほらやるじゃん、やるじゃんなのか、最強武器大砲はちょっと逃したくないな。え？このまま持ってこいで大砲。大砲ね、持ってきたいのは山々なんですけども持っていけないんでね。まあいいか。だからナイフはいいのよ。欲しいのはナイフじゃないの。お金。お金。ただただお金が欲しい。一応ね今回もその親切設計でね、うん、なんかあのメダルの場所なんかも表示してくれるんでね。あ、そうなん、地図見たら、はい、ねこうやってそのミッションが来るんですけど、そしたらどこにあるかっていうのが出るのね。はいはいはい、そう、2箇所なんですよね。はいはいはい、それで、ね、それだけ先壊しとこうかなと。なるほど、まあ、今安全ですしね。うん、いや、なんだったら大砲もあるし、うん、なんだったら大砲もあるしね、最強武器やもんな。
まあ、そうね、あの無限ロケラの次ぐらいに最強やと思うから。逮捕で狙うの、うんうん、多分ね、これ下なんだよね。逮捕では狙えないと思う。で、多分ね、この辺、うん、なのか、位置的に。あとエクスパンショットの城がどこにあるらしいんですけど、上か、うん、位置的にはこんな感じのとこみたい。何がある？まだメダル？うん、あの青いメダル。いや違うな、こっち向きぐらいか。ちょっと行き過ぎ。そっちや。これぐらいの方向みたいね。ある？塔の上とか。いやでも多分高さ的にこんなとこ見たい。どこだ？どっかにあるんだけどな。ええ、すごく狙ってるのがね、リアルなにはなってるんですけどね。もう一個がこの反対側ぐらいらしいんですね。もう一個壊しに行こう。なるほどな。もう一個がもうちょっとこの辺ぐらい。ちょうどこの辺ぐらいらしいです。これでも降りちゃうとまた行かなきゃなんなくなるんだよね。どこにあるの？見えません。これがね、結構探すのが難儀な時があるんですよ。これ公衆系ですよね。そうですな。結構橋なんだよね。向こうの城壁の橋ぐらいなんだよね、あんのがね。うん、でも多分ね、そこはね行けんだわ。そのまあ、いいか、先こっち行こうか。多分ね、こっちの橋、あ、普通にあるね。うん、はい。でこれね、この人ね、あ、ちゃんと登れるわ、よかった。あと一個、こっちがね、どこだろう。でも位置取り的に言うと、その城の壁沿いぐらいなんだけどね。中じゃないの、もしかして。中じゃなくね、中から狙うとか、その上の方とか。だからほら、あった、あったナイス。なんでこれで撃つの。はい、ナイスでしょ、うん、俺連れたってよかったやろ。合ってたね。よいしょ、これで全取りを。で、このキャプチャーの終わりまで行く予定になっております、うん、第8キャプチャー。これどこで区切ってんだろうね。
どういう趣味なんだろう。豪華なお城ね。もう古いけど。はい、ありがとう。いや、これメダリオンが貯まるとこうトレードできるんですよ。はいはい。まあ別に今欲しいものはないんですけどね。ああ。くぼみがあるやつにはめると売れるようになると。うん。はい。また来いよ。改造できるかな。できると思うね。ね、購入じゃないのよね。ハンドガンちょっと上げてる方がいいよね、絶対。絶対いいね。よし。いや、もう本当死にたかないんですけどね。なんか霧が。ようこそおいでくださいました。我が城へ。なんかいかついだねよ。うん。中二病。うん。で目がウェスカーと一緒で赤なんだよね。お前。あ、サラザール、うん、なんか老けたよね。老けたな。ちびがきやったのに。今すぐ無理な注文だ、ラモン。彼女にもいろいろ都合がある。ミスター・ケネディ。ミスター・ケネディ。なんて高貴な方でしょう。とはいえ、帽子をぶっ飛ばさえへん。な、昔吹っ飛ばしたのにな、ジュリー。うん。あなたの合衆国、そして全世界が恩寵で満ち満ちる。それがまず恩寵って神だからね、神から与えられたもののことですからね。ご一心なのです。ということでご理解いただけますね。よろしいですか。絶対に嫌。聞こえたろ。とても残念です。丁重にもてなして差し上げなさい。客人は死をお望みのようです。いや、望んでないですよ。萌え萌え教団か。いや、その、なんでそんな釜みたいなのあんの。なあ、あら、多いマインスロワーとかやりたいな。連れてかれる。ああ、ちょっと待って、ちょっと待って、体力がまずいのよ本当に。危ねえ。なんかウェイトとかできんの。じゃあどうでしょう。間違えた。うん。はい。ショットガン撃っちゃったじゃん、結構。あと3発しかないのに。ようあるようある。で、とりあえず一通り、ひとしきり倒したと。で、何？アイテム、イエローハーブ。うん。はい。イエローハーブ持って。弾不足だよね、完全に。うん。で、どうしましょうか。ショットガン、ありがたい。よかったよ。あ、鍵持ってんだ。小さな鍵？
金塊。で、ここは空いてる。なんかいるらしい。うん、ほんとこの教団の人嫌いだわ。で、ここ行けない。うん。で、どっかになんか進む方法があるんでしょ。あ、これ行けんだ。頼むよ。そうよ。いいよ。ありがとう。はい、ありがとう。だから素材 L もいいんだけどさ。ショットガン、ハンドガン。基本的にはハンドガンで何とかしていきたいなってとこなんですけどね。うん、こっち行けた。お宝なんか換気アイテムでしょうね。で、ここん、邪魔。ショットガン、こんだけショットガンが出るってことは、ショットガン使った気が出るんでしょうね。そうな、手持ちがいっぱい出てくるんじゃないかい。ここから先に進めそうだ。慎重にね。なんかすっげえ声が聞こえる。あれじゃない、目見えへんやつじゃないの。あら、それはやだ。ヌーとか言って、あの爪がカーンって伸びるやつじゃない。うん、それ嫌だ。なんかおっさん張り付いてる。ひどいな、あの上司の仕業か。おっさん張り付いてる扉は無理だろう。だいぶ拷問に合ってるね。うん、レッドハーブ。ではこれでパーフェクトハーブか。はい、また危なくなったら使おうですね。これハンドガンでなんとかなるの。いや、金鳴らしたりするんじゃないの。カーンで、うん、動物だったら可愛いんですけどね。まだ本当に、うん、違う、戻ってきたね。ミス、間違えた。いやいや、動物だったら可愛いんですけど、動物じゃないから困ってるというところなんですけどね、多分ね。動物うわーって言わないんでね。何これ、おっさん。鍵ですね。なんか書いてるよ。読んで。光は失われた。あ、そう？ラテン語が何か言ってない。なんで落ちる？なんで私だけ落ちるの？よくあることです。サングラスかけてるせいやわ。あらまあ。繋がれてんのか。うん、あらまあ、何コソコソやってんの。どうしましょうかね。いや、なんかコソコソやるのは私の趣味じゃないんで、これも私の趣味じゃないんですけどね。ダメージ食らうね。後ろの虫や。
お、行った。じゃあね、余裕ですね。シリダンうまく使ったね。そうね。はい、ルビーゲット。ほんと変な人に絡まれるわ。たまったもんじゃない。うん。本当はこういう広いところでやる方がやりやすいんでしょうね。まあね。ちょっとなんか弾ないの。弾弾ないね。ああ、素材数、素材 S で、あ、でも銃があるからショットガン作れんね。ショットガンの弾作っといて、今13。まあまあまあ悪くない13ね。で一応マックス装填の13だからね、うん、まあまあ悪くはないんじゃないですかね。このクソみたいなナイフいらねえんだけどね。まあまあこんなとこかね。ハンドガン、あ、これか。ホールド、くるくる回すよ。で車すればいいんだけど、まだなんか来るの？いや、もうあいつはしちゃったから怖いんだけどね。あれだけ？うん。あれだけで終わる？いや終わんないな多分。ここのステージこんなんじゃなかった？まだ。あ、終わるっぽいね。うん。おじさんの裏側に。いろいろ。動物が一匹いただけだ。動物なのか。え、これで上に帰れるのか。進行してますな、アシュリー。アシュリーね、だいぶね、うん、怖いな。これ見えなくされてるのが怖いよね、うん、先がね。で、ハーブ？あと、蹴りポイント。蹴り。いや、なんかエクスパンションあるな。エクスパンションがどっかにあるな。何エクスパンションって。トレジャーアイテムだね。おぉ。いや、どこだ？そこの上らへん。ああ、それだ。これがね、結構色と同化する時があるんですよね。よいしょ、行こう。なんか来たね。え？何これ、鳥？鹿？蛇？あー、なんかそんなあったね。あ、これが鹿か。で見えねえじゃん。これ違う。あ、それ鳥だね。鳥。奥が蛇か。蛇だね。よいしょ。はいよ。何、血塗られた剣。ああ、なんか剣はめる場所あったな、この城。昔の方の知識やけど。これなんか金と銀の剣だったんですけどね、昔ね。そうそうそう。で、まずここが金の剣もらうんでしょうね、金の騎士が。うん。で、人を切ってるから
あの死ぬられた剣になるんでしょうね。鉄製じゃなくても最後はお墓にあるのが朽ちた剣で、最初持ってたのは鉄の剣と。世界みたい。うん、アシリー気づくの遅いわ。もうこっちは解いたのにな。そうね、アイテムこんだけっぽいね。なんかあんで、これ先だね。先なんか、うん、そろそろ天井落ちてくる部屋とかあるんじゃないの。そんなのあんの。なんか前なかったっけ、天井で変なあのボタンみたいなやつ銃で撃つみたいな。いた、痛い。ヘビや、卵や、卵、金玉や、金玉。それね、違うんですよね、今作ヘビはヘビなんですよ。マジかよ。はい、回復アイテムなんですよ。ほんまや、腐るの。うん、で、あ、これがエクスポで、金の腕は箱1個取り逃してんで、ボス。うん、箱一個取り逃してたで。壊せる切り箱、右左、それ切り箱じゃないの。本当だわ、ガンパウダー大事なんでね。やろう、なんかあるな。何これ、なんかさっきの魚みたいなやつ、ヘビ。うん、ヘビそこに。え、これヘビか、これ魚でしょ。ヘビはどこっていう話ね。これ鹿だね。鹿ですね。蹴りまくってんだよ。え、もう肘、スネを強くしていこうって。キックボクサーにでもなるつもりかい。まあエージェントですからね。ね、向こうに渡るのか、やっぱり。見たい。いけるっぽい。なんかアイコン出てて。そうね、バイオ5でもこんなんあったな。あったね。で、ヘビだ、うん、はい、いた。俺は待たない。大丈夫よ、戻るから。はい、何が分からん。なんか向こうもあるんでしょ。お宝があるんじゃないの。お宝の匂いがする。プンプンするね。いいよ、スネを鍛えていく。なんかあった聞いてみて。あ、今さら何よ。ちょっと明るくなるぐらいかな。うんで、換金アイテムで、まあせっかく関係ないと思ったんでね、売りに行って改造しようかな。ああ、そんなこと言われても。あ、鍵売れるんだね。うん、もう使わないってことね。はい、で、改造でね、新しいっつっても大したもないもんね。ボルトスローワーってなんだ。ね、その中、あのエイジャーが使ってるあの矢出せるみたいなやつ。ああ、そうなんや。マインスローワーじゃないや。レシピボルト、ボルト用マイン。そうね、それなんか、それになんか爆発系のやつつけれんのよ。うん。マインスローは楽しかったのにな、昔。そうね、まあ僕使ってないんですけど。なんで。改造ってな、根気と努力がいるんだ。小さな積み重ねが大きな結果を。結構いじったんじゃないの。うん、で上戻って、あの奥行きゃいいってことね、多分。そうですな、そこなんかはめるみたいなあったけど、なんかないの。話した。あ、それでもまだ先だったと思うよ。そうなんや。本来こういうのなかったからね。
そもそもこれ割ってないし。これあいつが動いていたところでしょ、うん、あ、すごく嫌な予感がするね。そうですね、あのアシュリーさんの身に何かありそうな、すごく嫌な予感がする。ご機嫌よミスター・ケネディ。ご機嫌よくない。何、そろそろ落ちる。レオンがピューッと落ちてカーンって打つ。あなたたちのために歓迎の宴を用意しました。さあ見せてください。何これ、カンカン鳴るってことは何かあるの。あ、こっち一応開けとけるんだね。うん、一応開けとこう、もしものためにね。そうそうそう、まず逃げ道を確保するところからだよ。で、この辺にトレジャーが、トレジャーどれ、なんかトレジャー、え、トレジャーあるってなってなかったっけ。あれか、あれの天井の白いやつか。はい、スピネルゲットで、スネを鍛えていく。ここもスネを鍛える。この横の部屋何なんだろう、ちょっと見ていく先に。そうやね、私気になります。何これ、セーブ部屋、なんか寄生虫の説明。あ、レウコクロディディウム。プラセーブだね。あれやからね。セーブルームだね。うん。うん。セーブルームといけないっぽい。なるほど。あと寄生虫のお話。でも行けんのこっちだけってことね。うん。あ、これなんか水のマーカーなんかじゃなかった、これやっぱり汚な水が。でも黒いもん。ああ、持ってない。これが歌、いた、いた、大将っつ。なんかあの矢印なんだ、また頭打ったら切れんの。切れる。ほな。危ない。待って、どこで、どこで、いて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 、そんなハンマー持ってちょろちょろしないで。マジかよ、いい加減にしてくれ。それは同意見。うん、どうやって蹴んの、え、どうやって蹴んの。でも普通に近寄ってあのボタンが出る。そうな、アリエッタって言ってんだよ。うん、それはあなたの意見ですよね。え、どういうこと。いや、ありえへんだかありえるだかっていうのは、アリエッタって言ってんだよ。罰です。うん、それはあなたの意見ですよね。私は全然、私はあんまありえへんと思ってるっちゃ思ってるけど、
あっこ上から狙ってるね。うん。ね、君。やったっぽいな。やったっぽいね。結局ショットガンの弾不足は一切解消しない。で、スネを鍛えながら進んでいくと。うん。こっちなんかあんのかな、ね。ケツは安全っぽいな。うん。でも上から見えてるもんね。うん。こいつ仮面してるやつか。うん。銃で撃ったら弾かれるよな。カーン。ヘッドショット向こうかやねんな。なんでこんな生えたやついっぱい来んの。先行手榴弾や。はいよ。もう大丈夫ですかね。大丈夫です。不穏な音楽がずっとずっともりもりくんだ。よいしょ。もうこの探索ゲーやからな。うん。ハンドルか。なんなんこの天使？うん。危ない。ちょうどね、今晩ご飯が届いたんで。危ね、危ね、そこだ。敵さんいっぱいじゃないですか。そうなんです、フィーバーしてるんです。危ない。大丈夫、弓矢ぐらいに当たらない。私が危ない。うん、危ないね。うん、多分なんか無敵いた。熱っ。どこや。左の方、あそこの上やな。来たぞ。ババア。ジジイか知らないけど。ババアやな。死ね。邪魔だよ。なんかまた来てる。そう、ああ、ダメ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 。もうないの？ハンドガン。ハンドガン。いや、あるけど、リロードが間に合わないだけ。ああ、なるほど。もえー、撃ってんじゃねえよ人。これだから萌え萌え教団は。よし、危ない。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。オパロベラベラソース。どっかから撃ってるの。あ、ここか。
ちょい。全然やった。え？あ、ひどい怪我？うん。だからそんなんちょっと塗り薬より緑の草があったら大丈夫よ。そうそうそう。やったねリオ。はい。ね、オッケーなのいいんやけど、ほんまにオッケー。よいしょ。で、アイテムをとりあえず根こそぎこの城にあるものを持っていくと。まあ確かに結構ダメージを受けてるな。うん。なんだこのなんか壺の中に入れたがんのやろみんな。へそクリア。あれ邪教のへそクリアで。どんだけ。あ、こう敵がいっぱい出てくるところでかって上の乗せてな。きたね色。くさねんこれいっぱい出てくるとこやねん。前でもそうだったやんか。うん。そうなんです。もったいぶった城だな。お金多すぎるもなく出してくれるけどな。うん、ここね。後ろ、絵はチェーンソーやで。え？大丈夫か？アシュリーの背中。チェーンソーの。おう。あ、来た。はい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 。下からも敵来るんじゃなかったっけ。そうそう、自分の身も守らなあかんね。無理するなよ。はいはい。今助ける。どこ。叫びすぎてレイヤモンって言ったら何でも助かると思うんだよ。まあそれよ、俺が助けてほしいわ。いいな。ちなみにアイテムちゃんと取って帰ってきてよ。うん、取ってく、かえ、取ってくれんの。取ってくれ。え、取ってはくれへん。そうな、使えないアスリーのまんまやから。おっぱいのベラベラソース。おっぱいのベラベラソース。早く。はい、廊下は走。廊下は走らない。当たらへんし。玉切りや。もう何やってんの。玉切りやで。玉ないで。嘘。そうやで。これの玉がないときた。そうそう。玉切りやでって言ってあげてんの。いや、しかもこんなところに置き去られても玉が早く。ちょっと多すぎやしやせんか。早く急げ。早く戻ってくるんだ。危ね。もうジャンプできるやな。どこにおる。敵がおるからビビってんで。行こう。何しろ何しろお前。あれ何なの。
無視でいいの？うん、無視でいい。これが汚いの入ってるわ。うん。すんごい汚い水入ってるわ、あれが。ライフルの弾ここにあんねや。それ補充やな。あ、追いかけてくんねや。うん。なんか待ってくれてんで。みたい。これって全員死ぬ？いい加減にしてくれ。あれでしょ。なんか無限っぽいな。いいんじゃない、もう行っちゃったら。まあ、ええか。なくなった曲が。あ、終わったっぽい。終わったっぽいね。例えばこの床めっちゃ滑るんやろね、今。うん。水から出たとこやし、ぬるぬるしてそう。はいよ、で。あ、で、中庭がどうのこうの言っとったな。うん。あ、オートセーブが入るということは？なんか敵？あのね、結局たの足りひんのね。特に何もないよん。で、お金で、なんかあいつが乗ってしまうそうな馬車。来てくれ。分かった。ビレッジにおったデューク。あー、デュークさんの馬車。早く開けて、早く。ちょっとギホギホ、ええね、早く開けろ。アシュリー、本当に大丈夫か？大丈夫じゃないな、なんかその感じ。早く薬飲まないと。中には来たんやけど。この辺りが大丈夫か？平気よ。なあ、ちょっとよかった。でも私のことなんかより我が身を案じたまえ。急にどうしたん？ちょっとナイフ返して。ナイフ返して。それ無限ナイフやね。あ、バカ。ナイフそっちで落としてってどうすんのよ。もう迷惑かける子やわ。そうや。はい、ということで、チャプターエンド。ということですね。いや、結構長かったね。長いね。はあ、この後、中、もともと中庭なんてあったっけ？なかったような気がするね。中庭かどうかわからんけど、次、ルイスやったらルイス死ぬんじゃないの？ああ、原作で言うと、サドラーに殺されるんだったっけな？そう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 。っていうところなんですかね。もうそんなとこなんかな？うん、大体この屋敷で死んでたと思うけどな。うん。なんで、まあまあ。ルイスがどうなるかっていうのもね、乞うご期待というところで、はい、はい、また次回も頑張ってやっていきたいと思います。はい、お願いします。ということでね、今回の動画少しでも面白いと思ったら高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。あとですね、私の方がね、他にやっております、はい、地球防衛軍と、あとパワーオッシュシミュレーター、はい、でゼニーの方がねやっております、アンチャーテッド。アンチャーテッドまだやってるんかな、はい、この時やってるかな、うん、やってると思う、やってると思うアンチャーテッドと、やってる逆転裁判。はい。はい、ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。ってことでね、今回この辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。バイオハザード。